ウコンの根茎と、粉末ウコン色とは、ウコンの根で染めた色のこと。少し赤みがかった黄色。黄金色。ジスの色彩規格では、強い木と大雑把に位置づけてある。原料となるウコンは、かつて、インドサフランとも称され、インド周辺及び、アジア南部が、源の産地とされる。ウコンの開根から抽出される黄金色の粉末は、染料や漢方薬として、古くより、 世界各地で利用された。スリランカなどでは、神ザブ仏教の僧侶の衣,の衣の色として知られ、英語にも、ターメリックという色名が存在する。ウコン色は、イハラ西郭の浮世像誌に参見され、江戸時代前期に、日本の髪型を中心として、紬や小袖など着物の地色として好まれていた。また、防中や皮膚病予防の効果があるとして、幼児の肌着や木綿に染めて、 骨董品を包む用途に当てられた。また、ウコンという字は、金色が、盛んに増えるという意味に通じ、縁起を担いで、財布や風呂敷の染色にも用いられた。また、紅花染めの下染めにもよく使われる。原料となるウコンは、かつて、インドサフランとも称され、インド周辺及び、アジア南部が産地とされる。ありがとうございます。